前回に引き続きビッグキャドイレブンの新機能をどんどん紹介していく回となっていますが、はいはいはい、今回はどのような新機能ですか？はい、今回は、まあ、新機能というかかなりこうブラッシュアップされた、機能がありますので、ビッグキャドイレブンの新機能として紹介したいと思います。はい、今回紹介したいのは材料編集パレット。お、またパレットですね。うん、そうそうそう、前回ねオブジェクト編集パレットを紹介したんですけども、うん、今回は材料編集パレットを紹介したいと思います。でこれはあのリッケド10で搭載された、新機能ですね。で、出し方としてはウィンドウのパレットのところの材料編集パレットっていう選び方を今までしてたんですけども、これももうよく使う機能なので、オブジェクト材料編集と並べてここに標準でもう出してます。はい、うん、なのでこれをプチッとクリックすると、パレットが出てきて、うん、でクリックするとまた閉じれると。よし、分かったぞ、この間のやつと全く同じじゃないですか。そうなんです。で同じです。選ぶと、ね、選ぶとこで吸い上がってくるみたいな。はい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 、はい、まずこれ何がパワーアップしたかというと、こちらリッケド10の画面に切り替えたんですけども、リッケド10の場合はこうやって選択するとこの球体が表示されてたんですね。で、こうサイズとかをこう変更できるんですけども、うん、このテクスチャー一体この1200って何が1200かよくわからんでしょうか。わからん、わからん。何をもってこれ1200、どこが1200のサイズやねんっていう。うん、分かんない、いまいちこう分かりにくかった。うん、まあ最初からやっときゃって話なんですけど。でリッケド11では選択するとデフォルトでこのテクスチャ表示になって、うん、まあ、こちらの今までのこう球体表示と切り替えができるようになりました。なのでこのテクスチャ表示の時はこのサイズが、サイズ変更とかに使っていただきたいんですけども、このまあタイルでいうと4枚4枚で1200かと。まあ300角タイルだなというのがこれで、ですよね。はい、はい、まあ、角度とかね正方形のタイルなんで、まあ縦横とかは関係ないですけども、まあ、もし縦長のタイルとかだったらちょっとまあ一旦こう分かりやすく45度とかにしますけど、まあ、こういう時はちょっと球体の方が変わってる、これだと変わってるのか変わってないのかちょっと分かんないですけど、うん、分かんない、うん、ああなるほどね。まあそういう時にまあこっちの球体モードも使っていただければ。これがまず一つ。うん、続いてまだあります、パワーアップしたところ。お、ここに2つボタンがつきました。テクスチャー変更、別名と別名複製。うん、ほう、リッケド10の時はそのボタンなかったんですね。あ、ないですね。うん、ないので、例えばこれを今、うん、300画4枚なんで、例えば4、まあ、仮に400画にしたいなと、うん、そうなると1600、うんうん、で適用とかすると、す、う、べ、ん、てこの素材、このテクスチャーはもうすべて変わって、でもちろんここの材料300角44番っていうのがもう自体が400角のサイズに変わってなっちゃうんですね。はいはいはい、なんか確かに、うん、まあ使う側としたら気持ち悪いじゃないですか。うん、確かに400角になったのに300って登録してある、名前はこれなのに。だからこうテクスチャーをまあ複製したい、素材を複製したいっていう声がたくさんありました。なるほどなるほど、それができたらいいのにっていう声がたくさんありましたので、はい、こちらリッケド11の画面に戻りましたけれども、この2つの、ボタンを追加しました。ちょっとじゃあ複製してみたいと思います。これを押します。そうするとどういう名前にしますかと出るんで、まあさっきやったみたいに400画、まずこれで複製をします。OK、はい、これで、こうなって変わってますね。400画っていう名前に変わってます。で、複製した状態でサイズを変更して適用と。そうすると、はい。まあ今、分かりやすく、まあちょっとこういうデザインはやらないとは思うんですけども、こちらは300画のテクスチャーのままで、こちらだけ400角のテクスチャーに、うん、ああでもまあまあ比較としては分かりやすいです。デザイン的にはありえなくても、うんうん、そう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 、うん、比較としては分かりやすい、はい、うんうん、こういうことが、この別名複製で、まあ簡単にこれは待望の機能じゃないですか。そうそうそう、今まで実は材料の複製って面倒くさかったの。ちょっとやってみます、ね、だから
ここクリックして、今までどうやってやってるんですか？はい、そうそう、今までこうクリックして、うん、ここをクリックして編集モードに、編集モードにまず切り替えます。はいはいはい。でコピーだ。そのコピーブラシが、そうですね。コピーボタンを押したら、ここでまずコピーができます。はいはいはい。でここでちょっと名前を変えましょうか。ミートして400という形で名前を変えます。で名前を変えてここで編集ボタンをさらに押します。でテクスチャーのサイズを1600角に変えて、エンジンをレンダリング用のシネレンダーに変えて、めんどくさい、めんどくさい。シネレンダー設定を更新して OK。これでようやく見ましょうか。変わった。これでようやく変わったんですね。全然スピード感が違う。めちゃくちゃ楽になったでしょ。めちゃくちゃ楽ですね、はい。なんでこの別名複製ボタンは簡単に選んだ素材の、複製ができて別名に変えれて、うん、素材のサイズ変更等ですねを元の素材には影響なく変更ができると。うん、それは本当に。本当に本当に皆さん嬉しいでしょうね、うん、この機能は、うんうん、はい、だいぶこれで手数は減ったと思います、うん、はい、でさらにちょっとこの色味変えたりなとか違う画像に変えたいなという場合には、うん、こちらのテクスチャ変更、先ほどの材料編集画面まで潜っていって変える必要があったんですけども、うん、まあエクスプローラー形状になっているので、ここで違うね素材なんかを呼び出して適用するということが可能になりました。だいぶ手数は減ってくると思います、うん、大きく3つですね、プレビューと、別名複製と、テクスチャ変更、うん、ここは大幅にリニューアルされた、確かに新しい機能と言ってもいいぐらいの変わりようですね。で確かにブラッシュアップが素晴らしい、うん、すごいですね、うん、リキョウ10でね出したものの、まあやっぱり使い勝手が悪いっていうこと評価もあってあんまり使われてなかったと思います、うん、はい、なのでかなり使いやすくなったのもありまして、この一群ツールの中に加わりました。おお、すごい大昇格ですね。昇格しました。でももうさっき見た通りなんですけど、はい、手数がまるで違うので、うん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 、これでね本当にもう材料の編集めんどくさいなって思ってた方には本当にもう素晴らしい朗報だと思います、うん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 、あと小ネタとしては実はここに3つツールが増えたんですけれども、うん、このレイヤーコントロール、うん、これも出し入れがしやすく、結構使ってる方が非常に多いという、うんうん、弊社のスタッフからも上がってきてましたので、まあね、結構やっぱ重なってますもんね、エクステリアの、うん、そうなんですよ、設計って素材の上にいろいろ乗ってて、うん、乗ってってあるから選ぶときが結構大変っていうのは聞きますよね、うん、やっぱり、うん、なので出しやすくここに一群として加えました、うん、このオブジェクト編集パレット、材料編集パレット、レイヤーコントロール、この3つをぜひご活用いただければと思います。はい。はい、でもこうやっぱ私が今回カタログをね作成する担当として、うん、紙でね新機能を伝えるために紙面でレイアウトとか構成とかしてるんですけど、やっぱ動画で見たら全然違うっていうか、そうですね。わかりやすって思ったので、まあもちろんねその紙で見て興味を持っていただいて、うん、実際操作していただくか。このような動画とかでね何回か見ていただいたら一番伝わりやすいのかなと思うので、うん、ぜひぜひ何やったら全部紹介してもいいぐらいですよね。そうですね。イレブンの新機能コツコツと小出しにしながら紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは皆さんもリリースをぜひ楽しみにお待ちください。はい、リック TV トピックス今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。